はい、皆さんこんにちは。今日は久々の動画になりますけども、こちらのレオパードブレッドとレインボーブレッドの作り方をご紹介します。まずは、ヒョウ柄の食パンの作り方です。基本のパン生地をこねるところまでやったら、まず3等分して、そのうちの1つをさらに4分割します。で、4分割してお好きなカラーで色付けをしていきます。私はウィルトンのアイシングカラーを使っています。ジェル状なのでとてもこねやすいし色付けがしやすいです。で、こんな感じでこね台にすりつける感じで、混ぜていくと均等に混ざりやすいです。このパンはね、この色付けをする作業が大変なだけで、あとは成形とかも結構適当に作った方が可愛いヒョウ柄が出るんですね。綺麗に作ろうとしなくても大丈夫なので、お時間がある時にぜひ試してみてほしいなと思います。で、こうやってグーの手にしてすり込むって感じ、そうすると早く均等に色がつきます。で、叩きごねをして、で、今回私はブルーとピンクとグリーンとパープルの4色を使いましたけども、お好みの色でカラフルに作ってみてください。で、こんな感じで4色色付けができたところで、次はヒョウ柄の周りの茶色い部分ですね。そちらはココアの無糖のココアのパウダーで色付けします。アイシングカラーより粉の方がちょっと混ぜ込みづらいんですね。なので、結構これ均等になるまで結構こねないと大変な作業ですけど、こんな感じで全体的に色がつくまでよくこねて、で、叩きごねして、で、この全部色がつけ終わったら、このまま一次発酵します。で、これ一次発酵が終わった生地なんですけど、ちょっといつもの一次発酵より早めに作業を開始します。結構成形に時間がかかるので、いつも通りの発酵時間だとちょっと過発酵気味になってしまうので、ちょっと早めに成形していきます。で、このカラーがついた生地をまず2等分して、で、1つを15センチぐらいの長さに、この棒状になるように伸ばします。で、この時も、まっすぐ綺麗に伸ばさなくても大丈夫です。もう歪んでたり、太いところがあったり細いところがあったりする方がヒョウ柄っぽくなるので、綺麗に仕上げなくても大丈夫です。で、こんな感じで全色15センチぐらいに伸ばしたら、今度は、周りの茶色い部分ですね、これは、8分割しますね。で、8等分して、それぞれをまた棒状に伸ばしていきます。こんな感じでガス抜きして棒状にしていく感じですね。で、この作業を延々と繰り返します。はい、こんな感じでできましたね。そしたら最後、白い周りを囲む白い生地、普通のプレーン生地ですね、これも、8分割して丸めて、ちょっとベンチタイムを取っておきます。
はい、そうしたら、茶色い生地を、綿棒で伸ばしていきます。この時も綺麗に伸ばす必要が全然なくて、カラーの生地を包み込めるぐらいに広げる感じで大丈夫です。こんな感じで汚い方がなんかヒョウ柄っぽくなるので適当で大丈夫です。で、カラーの生地をこの茶色の生地で包んでいくんですけども、全部包み込む必要もなくて、ところどころ包み込めてる部分と、なんかこんな感じで空いてる部分とかもあっても全然大丈夫なので、で転がして生地をくっつけて、まあ、こんな感じでこの作業を全部繰り返していきます。はい、こんな感じで全てのカラーを、茶色の生地で包み込んだら、今度はこのプレーンの生地をまた、縦長に伸ばします。この白いねプレーンの生地も棒状に転がして伸ばしておいた方がこの縦に伸ばすのがすごい簡単だと思うので、早く作業をしたい人は棒状にしとくと早いと思います。で、このぐらい伸ばしたら茶色の生地で包んだものをさらに包んでいきます。で、この時白い生地が足りなくて全部を包み込めなくても全然大丈夫です。結構本当に適当にやっても可愛いヒョウ柄が出るので、結構初心者の人にもできるかと思います。私もこの時初めてこれを作ったんですね。初めてでちょっと自己流だと思うんですけど、適当にやっても結構可愛くできたので、ただちょっと時間がかかるので、時間があるときに作ってみてください。同じようにすべての、茶色のパーツを白で包み込んでいきます。はい、そして、白で包み込んだ生地を今度、倍の長さ、だいたいそうですね、30センチぐらいになるまでこうやって転がしながら生地を伸ばしていきます。全部同じ長さになるようにこんな感じでコロコロコロってやりながら伸ばしていってください。はい、そうしたらこんな感じで8本の長い生地が
出来上がりました。長さ的には型の倍ぐらいですね。この焼き型の2倍ぐらいの長さになるように伸ばしてください。そしたら、これを半分に切っていきます。結構切ると縮んでしまうので、それを見越してちょっと長めに伸ばしといた方が型にぴったり収まっていきます。はい、こんな感じで切りました。したらあとはもう型に好きなもう柄の配置でどんどん詰めていきますね。同じ色が隣同士にならないようにこう適当に並べていく感じです。隙間が空いてても膨らんでちゃんと綺麗に埋まるので大丈夫です。はい、こんな感じで詰め終わったら蓋をして二次発酵して、でオーブンで焼くだけです。はい、お次はこちらのレインボーブレッドの作り方をご紹介します。基本のパン生地をこねて、こね上がった生地を7等分します。で一つはそのままの生地で、あとの6つを、このようにレインボーカラーに色付けしていきます。このぐらい均一に色が混ざり合ったら、今度は、叩きごねして仕上げます。はい、すべての色付けができたら一次発酵します。はい、でこちらが一次発酵が終わった生地で、今度は、長方形に伸ばしていきます。そしたら、重ねた色の順番でこのようにまた同じように生地を伸ばして重ねていきます。この色の順番は別に自分の好きな順番で大丈夫です。でカラーの生地がこのように全部重ね終わったら、これをまたさらに綿棒で生地を伸ばしていきますね。で、だいたい型の幅になるように広げていきます。こんな感じで横幅が型の長さぐらいになるように広げていきます。
でガスがあるところはちょっとガス抜きします。そしたら端からくるくる巻いていきます。そして、巻き終わりはつまんで閉じます。で最後に普通の色付けしてない生地を伸ばして、はい、そうしたらこのカラーの生地を白い生地で包んでいきます。閉じ目を上にして、閉じ目に向かってかぶせるようにこんな感じで巻いていきます。でこの時生地が足りなかったり、こうやって破けちゃったりしても全然、この閉じ目は下に底の部分になるので全然大丈夫です。でこのように形をちょっと整えて、バターを塗った型に入れて二次発酵させます。我が家のオーブンだと200度で22分から25分ぐらいで焼き上がります。でもうこの切る時にね、すごいワクワクするんですよ。切るたびちょっと柄が変わって見えたりするので楽しいので、ぜひ作ってみてください。で先日こんな感じでレインボーアフタヌーンティー会をしたんですよ。友達の誕生日のサプライズでとっても喜んでもらえて、で食パンもすごいふわふわでサンドイッチにしてもすごく美味しかったです。ぜひ作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。